皆さんこんにちは、フルート奏者の岩崎加穂です。すでにショート動画とかユカテフの吹奏楽あるあるの動画とかで出てきているのでお気づきの方もいるかと思いますが、私ついにコントラバスフルートを買ってしまいました。イエーイ。というわけで、まだ自分の動画ではねちゃんと紹介してなかったので、今回はこの人をご紹介していきたいと思います。私が買ったのはジュピターという台湾のメーカーの楽器なんですが、こんな感じでね、背中に背負うことができるし、まあ、ここに取っ手ついてて、横にも取っ手ついてて、あとねこの底にキャリーケースみたいにローラーがついているので、一応床をねゴロゴロっと転がすこともできます。でさっきこの状態で何キロあるんだろうと思って、体重計でね、まず自分だけの体重測って、これを背負った状態で測ってみたら約11キロありました。なので、まあ、なかなか重たいですね。まあ、でも楽器のこと考えるとやっぱりねこうやって背負ってた方が負担は少ない、楽器への負担は少ないので、まあ、床をゴロゴロ転がすよりはね背負ってた方がいいかなと思います。でここにねジュピターとロゴも入っておりまして、なんかちょっとね長めのキャリーケースみたいなサイズですね。でこう2個だけローラーがついてるので、まあ、4つついてたらもうちょっと転がしやすいかなと思いますが、まあ、私はねちょっと背負うのはさすがに、自分ちっちゃいっていうのもあるんですけどきつくて、まあ、そんなに外に持ち運んだことまだありませんけど、まあ、ゴロゴロしてることが多いかなと思います。まあ、東京の道は一応ねそんなにガタガタしてないと思うので、まあ、今のところ楽器の問題はそんなに感じてないかなっていう感じです。で、ね、ちょっとね私が広角のカメラを持ってないのでなかなかこう画角に入んないんですけど、じゃあこれ早速開けて組み立てていきたいと思います。はい、というわけで組み立て終わりました。全体を映そうとするとこんなことになります。で、全長がだいたいエンドピンを伸ばしてない状態で、まあ、175ぐらいさっき測ったらありました。で、私は身長が152とかそんなもんなので、まあ、全然ねこのコントラバスフルートさんの方が背が高いです。で、しかも、私はねこの口のところにもはや口がね届かないというね悲しい事態なんですよね。ほら口ここにあるけど吹くとここに目線ぐらいのところにあって全くもって届かないんですよね。なのでまあ一生懸命背伸びするか、まあ普段はこれを本番とかで吹くんだったら多分10センチぐらいあるねヒールを履いて演奏することになるのかなと思います。まあどういう持ち方が正しいのかいまいちよくまだ分かってないんですけど、まあ、ちょっとこうやって斜めにして、まあ、重たいので左肩に乗せたりとかすれば、まあ、靴履いてない状態でも一応吹くことはできるけど、まあそれにしてもまあ私が吹くようなねサイズの楽器じゃないのかもしれません。で、こんなに大きいんですけど、音域は一般的な普通のフルートの2オクターブ下の音までしか出ません。で、1オクターブ下だとバスフルートになるんですけど、まあ、フルートでどうしても低い音が出したいというみんなの強い気持ちが生んだ、まあ、怪物みたいな感じかなと思います。感じの音がします。まあ、でもいい音なのはいい音だなって思いますね。私、まあ、普段高い音吹きまくっといてなんだって感じですけど低いね音結構好きなんですよね。なのでやっぱフルートの、まあ、音色でこんなに低い音が出るっていうのは、まあ、こんなに扱いにくくて大変な楽器ですがやっぱいいなって思うなっていう、まあ、フルート好きだからっていう感じですね。本当になんかちょうど目線が隠れて怪しい人みたいになっちゃいますけど、
はい、こんな感じの素敵な音色がします。ジュピターのコントラバスフルート、皆様もいかがでしょうか。なんかいっぱいコントラバスフルートを所有してる人が増えたら、コントラバスフルートだけでアンサンブルする回とかやってみたいななんて思いますね。まあ、私の今身の回りで友達とか先生とか知り合いとかで持ってる人少なくともね5人は都内にいるのでまああのカルテットじゃないわ、クインテットだったらもうすでにできるぐらい仲間はおりますが、随時仲間募集中ということで、それでは動画最後までご覧くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。